皆さんどうも、アチオです。日本に帰国してからの2週間は毎日 AI との通話、位置情報と健康状態の報告を強いられる、そんな隔離生活をしておりましたが、無事にそんな生活も終了いたしました。奈良です。やっほー皆さん、私たちは今でも鹿が闊歩している町奈良県に来ております。2週間の隔離が終わったので、ちょっと今日から日本をね、満喫していきたいと思います。アレさんが一番見たい世界遺産興福寺から入っていきましょう。最後に奈良に来たのはいつでしょう、アレさん。2019年だった。2年前か、ちょうどね。あ、そっか、あそこでせんべい売ってるからわかるんだね、鹿は。え、すごいずずしいよ。あ、角切られてるね、鹿。濡れてる、ちょっとシャワー浴びたのかもしれない。まずはチケットを買いまして入っていきましょう、幸福に。じゃあ券を買いましょう。すごい、コロナ対策でもう全部オンライン化してる。これ綺麗に映ってるかな。太陽がねあるから、なかなかね影になって映らないんですけど。いやー、五重塔見終えたんですけど、中はね撮影できなくて、ちょっとお見せすることはできないんですけど、あれどうだった？もう超興奮してたよね。五重塔の中に入ったことないから、結構前から入りたかったんだけど、なんかこの間修復中で入れなかった。そのあとなんか来年ね、また大修復に入るみたいで、いいタイミングで来れてね、本当に。本当に良かった。これから東大寺に向かって歩いていきます。なんか覚えてる。覚えて、方向覚えてる。なんかさ、日本で撮影するの初めてだからちょっとね恥ずかしいのよ。日本語そう喋ったらみんなわかるから、だからねちょっと声下げ目で収録してますけれど、いやなんか面白い。後から吹き替えすれば、後から吹き替えね。なんか新しいビューだよ、なんか新しいビューだよ。セント君知ってる？そう、ゆるキャラ。セント君怖がられてるよ。いや久しぶりだ本当に。12ぶり以来だから10年以上経ってるよ。14年とかじゃない？14歳で今28歳だから、ちょっと14年ぶり。そう、いやはや。あれ写真撮ってあげようか。動画でもいい？いいね、その足前にして映る感じ、いけてるね。大仏と大仏見てるところ全くない。アレさんがあまりにもこう大興奮していて、なんだか遠目に見るとね可愛らしかったので、ちょっとね遠くから盗撮してしまいました。ほら見てください、何枚もねこうパシャ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 写真撮ってるんですよ。もうザ観光客って感じですよね。落ちてる。一番可愛い子にあげな。はい、早く。可愛い、なんか口がちっちゃいね。ね、しかもさ、欲しい時アピールしてくんの。こうぶつかってくる。みんな食べた。じゃあもうこれで営業終了。お、来た。来た。甲子園。
なんで？行けた。はい。ということでみんな戻ってきました。戻ってきたよ。すごいおしゃれなカレンダー買ってきました。なんか外国人が好きそうな柄のものなんですけど、和紙でできててすごいあのプリントのクオリティがすごいと思った。で、私たちが2週間隔離してた部屋はね、こんな感じのところでございます。布団がそのまま残ってる。はい、もう明日は実はもうね、ここから出ていくので、ちょっとあの、はい、もうぐちゃぐちゃしてるんですけども、まあ、こんな感じの本当に日本っぽいワンルームの大きなところで生活してました。すごい良かったでしょ。久しぶりだったよね、こういう部屋で生活するのね。本当に過ごしよ、過ごしやすかった。うん、よかった。で、明日からは東京に行きます。何年ぶり ?2 年ぶりくらいの新幹線で。3年くらいじゃないかな。懐かしい。やっぱ綺麗だね。この大広いですね。特大スペース付きっていうのができてて、中身は中身は唐揚げです。はい、品川に着きます。イエーイ。スイカ変えた？スイカ初めてよ。あれはずっとパスポだった。初スイカ、かわいい。じゃあホテル行こう、はい、懐かしの東京来た。山手線だ。そう、高輪ゲートウェイって新しくできたやつですよね。次は高輪ゲートウェイ。高輪ゲートウェイ。じゃあホテルに向かってます。6階です。どんな感じ？ビジネスよりマシかな。本当？あ、すごいね。なんかいい感じじゃない？カウンターみたいなのついてるよ、ここに。しかもソファーもあるし、あれもいるし、ベッドもあるし。さすが銀座。なんかちょっとカラオケボックスっぽい感じするけど。おお、トイレすごくいい感じ。すごいね、なんかガラス張りになってて、バスタブありの。トイレもウォシュレットがまさかのついてる。懐かしい。ほんと懐かしいね。3年ぶりじゃない？昔この辺で働いてたよね、2人で。よく通ってた。そう、変わってない。ね、もっと整ってる気がする。うん、確かにちょっと変わったのかな。綺麗だよね。銀座6じゃない、あれ。お、検温検査してる。早い。すぐ分かってる。さっきの 36.5 だった。ほんと？このすごい、なんだこれ。回るんだよね、これ。オーニソプター。高級感しかない。すごいね、洗練されてる。アレさんは本屋に大興奮。またね、仏教コーナーをね、見ております。もう本当にすごいね、この蔦屋書店。スターバックスとよくなんかコラボっていうか、スターバックス付きのところがあってね、いい取り組みっていうか、いいなんかコラボだよね。すごいと思った。ちなみにアレさんが見てたのはこの辺の
空海の言語哲学いくらですか？5000円じゃない？3200円。ああ、買えばいいじゃん。今読める自信ないかも。忙しいからね。みんな銀座のど真ん中にいるで。誰が東京の街歩いてるのがウケる若く見える。まあまあね、年相応かな。今ちょうど10時半くらいなんですけど、夜さ、俺銀座に泊まったことないから結構新鮮、ね、そしてアレさんの元職場があります肉の花マサ、ね、いい感じのとこ見つけました。ここにしようか。布団も襲われたら入ろう。ホッピー来ましたね。味全然覚えてない。あ、全部入れないの？そう、半分だけで混ぜながら入れる。あとで中足していく。乾杯。大丈夫？大丈夫？うまいね。あ、ちょっと濃い。ネスよりの味ね。白の方が好き。お通し。このお通しね。ナスと。昔は無料だと思ってたよ、あのお通しで。いや、お通し意外と取られる。そう。つまみ塩キャベツ。海苔もついてるよね。うまい。うまいね。寝る。あの、イタリアのカニバルのキャラ知ってる？うちねんだって言うんだけど、ちょうどこのいろんな服装してる、真っ白で。これあのホテル着なんですけど、すごくない？すごいね。なんかいつも浴衣とかそういうのついてる。モンペみたいな。制服制服みたいな。ピザ職人が。そうなの。この襟を立てるとね、中華料理のシェフみたいな。そう、確かに。はい、あのよ。おやすみなさい。